こんにちは、タンタンです。今回は超絶苦手なレイバックをリクエストいたしまして、レイバックからのハンドスタンドのトリックに挑戦いたしました。他にも、膝を曲げて足首を掴んで後ろに倒れるトリックや、最後は激板のニーホールドにも挑戦いたしました。ではご覧ください。そしたらお尻を緩めながら、右足
えてほしいそうです。ああもういい。フレックスでいい。え、こっちはフレックスで。しっかりつける。フレックス。フレックス。そう。で、牛乳シューメン。ああ。なんでできないの？座れるならできるって言われた。そうだね。座れるのに。じゃあ、そこでさ、レインバックだけやろう。うん。そう。さっ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 さ。で、ここに入れ。センターで、あれ膝で挟んで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとさ、エア技やりましょうか。ちょっとそばにいてもらえないか。で、登って座ってください。うまいよ。じゃあ最悪ここキャッチしてあげてください。で、よいしょ。いないなあ。あ、これでいいかな。これで、すごいしまってる。倒れて、あ、落ちてきてる。抜けるね。落ちてきてる。戻って、どこだろう。レイバック微妙な位置が下がっちゃう。上半身あ、違うんだね。うん、どんどん腰に入れないとダメだよ、ね、ここを当てて、ダメだと、ここまで一気に下がっちゃいます。そうか、一気に入れないとダメ。ここと、お尻のとこ当てて、お尻の穴です。あ、お尻の穴じゃない。お尻の割れ目でポールを挟むような感じ。あら、ひとみちゃん、伸ばすね。ここに一気に。あ、どうぞ。こっちだ。うん。あ、来た。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 来てます。こうでしたね。この手違うね。違うね。あ、倒さないから通さないとね。あ、だってこう上。あ、大丈夫。二人いるから。二人いるよ。こう上がった今。できた。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。中途半端な位置がよろしく、くの字が良くなかったもんね、多分。そうだね。怖いからね。待っちゃう。すぐにこうお尻を当てた。わかりました。もう一回行くからね。やっぱり。もう一回行くから。もう一回やんないと。ぜひまっすぐどうぞ。お願いしますよ、レイバック。レイバック頑張って。やっかい、くじゃ。そう、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 いいよ。あ、いいね。いける、いける。イエーイ。やったー。レイバックできたよ。レイバックできた。ありがとう。ありがとう。ありがとう。さけたら、そう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 、ここで、はい。膝前、はい、手離して。ダメじゃない。でも別に倒れるだけだったら離れられます。落ちてきてるのかな、こっちが。こっちがダメです。私も倒れれるしか。綺麗よ。ありがとうございます。手と足つなげるよ。え、でも持ちそうだよ。これ離して大丈夫。そう。うん。そう、そう。これ離さなければ大丈夫。うん、でもこれが怪しいよ。起きるよ。はい、戻ります。そういいよ、いいよ。肩甲骨もう一個寄せようか。そう、さあ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 、ナイス、ありがとうございました。まあ痛いだけですわ。とにかく痛いですわ。ネイホールドは。膝のくぼみに当てます。足をくぐります。そしたら骨盤をちょっと前に出します。いって、ノーノー、どうしよう。間違いだ。ノー、ユキドゥイット。
Thank you.
最後までご覧いただきありがとうございます。恐怖のレイバック、そして激板のニーホールド、少しだけコツがつかめたような気がいたします。お、頑張ってるなと思っていただけましたら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。次回もまたいろんなトリックにチャレンジしたいと思います。タンタンでした。